はい、じゃあまずは左上、ヤテンさんとユウムラ、じゃんけんで 1P2P を決めたら、始めちゃってください。仲いいなって感じですけどさあ、ここまで来てここまで来てというか、久々に大会で、参加したと思ったらこれだよみたいなね。ゼロ回戦第1試合は 1P 側がユムライザナミ、 2P 側がヤテンココノエとなります。 The wheel of fate is turning. Rebel one. Action.おっともう完全に今人目にして見えなかったですけど、開幕人痛めアッパーがガードされてましたね。おっと盾を張るが中段おもむろにバーストして、なんかブレイブルの実況久しぶりだな。でもこの前あれだね、一人 3on3 大会をやったら、まあ、そこそこ人が来てくれたんですけどね。さあ、バーストでなんとか、バリアゲージ少ない間に触りたかったんですが、逆にここの絵がコンボで時間を稼いでくる。あ、いいっすね、投げ抜け単身で触るが、さあわざわざデンジャーに自分からなっていくスタイルだが、イザナミの場合これもまあ全然戦略としてありえるんで嫌なところですね。さあコンボは下手そうだぞが、ピットスライティング、これはうまい具合に火の玉をくぐり抜けてきた。さあまだ残るか、盾で盤石の体勢、ここだけは抜ける、飛んで春日、スライティングは飛んできた。一歩選手したのはユウムラのイザナミ。おっとすごいよ今のテイク、ジャンシーでカウンターして OD にそのままつないでいく。さあがダメージ取るには至らず、ジャンピングカウンター、うまい、立ち身から拾ってしっかり画面味のコンボに持っていきます。置き攻めは雷から中段バスト、さあすぐそれスライディングでまた飛んできて、これがしかもクリーンとしてしまう。まあ今3回して3回当たってるんで、まあ有効と言わざるを得ないわけですが、これはリバサミスったか。さあ苦しい状況、ワープ表に逃げるのありですね。さあチョコマガとはかわしていく、ビビッ、さあ超下級つないでコンボは、おーおーおーおお、あっとほら表から分かりづらいですね。さあ我慢しているぞ、我慢しているが、うっ、ああ深い読み合いが発生している、実際に発生してるんですけど、さあリバサ警戒過ぎた、そしてクーラゲーン、うん、これはちょっとね、画面味投げかの、何でも良かったんですがというところが、スカッターミスってしまいまして、勝利したのはユウムラのイザナミ、1回戦進出です。イラつくな。 The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ 1P 側が、アボンナオと 2P 側がナツラグナとなります。おっとお見合いからのディバイダー、同期上がり 2B は良かったんですが立ち繋がらない。さあ D 円波を使わない、完全に甘えてるんですけどね、練習する気ないのかな。さあもったいないですよ、未だにそんな基本コンボ中の基本コンボをサボるやつがいるとは
なかなか珍しいです。落ちろ。どうだ。おっと。中断。ああしかし何か立ち入れている。2倍で当たる。ああですこれが当たってラッキャーテイクダッシュ C までちゃんと入りました。さあ開幕 D クルセからアウト。2倍で返す。リライダーで返ってクルセイダーで来る。おおいろいろあるぞ。ちょっとこれは位置が低かった。さあ勝利対決、まあ、この組み合わせは実際そうなりがちなんですけど、あちょっと美味しい当たり方だったんですが勝ち D まで繋がらず。おーおーおー元気がよろしい。さあ元気がいいぞ。元気がいいこのナオト。ナオトは元気よくて何も目的なところはあるっちゃあるんですけどね。ゴンザレス君とかね元気良すぎますからね彼は。さあただやることはしっかりやってるんで、まあああいうのはね、そういう意味ではあれなんです。このナオト火力が低すぎるのはちょっと問題だが勝利は。おっと美味しい。あーです全部当たる。さあハーフ全部当たってくれる相手は非常に楽な使い的には楽です。しかしエルズラッキャンカーの中段はボッタチでしのがれる。エルズバングの出明かりを蹴られてエア乗ってないんでちょっと安いが3000超える。投げてさあおっしかしまだ残る。おう危ない危ない。おっおっとアストラルまで入ってしまった。さあ泥試合となりましたが制したのはアボンナオトとなります。はい、というわけで0回戦が終わりまして次から1回戦となります。1回戦左上戻りましてユーマライザナミ対マイスターラムダ。さあ 1P がマイスターが、ラムダ、2P 側ユーフラがイザナミ。この2人の1回戦となります。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. こっちメガオだ。ソランボードかバカだけティーンバカだけ死ぬのに甘い元気熱い死ぬ。さあまず先手を取っているのはラムダ。さあ今のエクシーアからのコンボはミスってよかったといった感じですね。かなり4000近く減ってしまう。中断からの囲んで抜け目は縦張って中断。これは CA で返していくがキャバリエ。さあ中間距離でぴょんぴょん飛ぶとまあデンジャーとねこれが来てしまいます。からの6ビ。さあ珍しく即場せず我慢している。あ今のは見えないですね。さあ強引に来る強引に来るがラムダ逃げる。今のは上に入れっぱからが当たったか立ち入りが刺さって一本転手したのはラムダ。さあちょっと前対空じゃない対地になりましたね。さあブレードまでガードした。 2D 対空もガードして 4D もガード。スパーダは当たるが問題ない。逆に画面端を背負わせて下がパーパーで通りました。さあイザナミチャンス。
当たった、普通に当たって、あ、いいですね、 4D シックル飛んだのは偉いよ。さあ偉い、ブレイドも飛んだ、偉い。あそこも飛び越えジャンピーから浮遊でコンボにつないでいく、これも偉いぞ、だいぶ偉いが、このままイザナミいけるか、いけない、いけた、今のは良かったんじゃないですか。珍しくなんかあの統一スモーっていう感じのプレイングじゃなくて、素直に感心したプレイングでしたね。さあこれはいい流れからイザナミの8番になった、ダーシャスコンプできない、これ今大チャンスだったと思うんですが、天外の日スタートなので、さあこれは押し置きの EA で返していきますが、まあ、でもイザナミが大幅に優勢です。まだおっとカジラ挑戦するね、おおさあタチリーが、でも今判断良かったですよね、飛んだらバリア削れちゃいますから、スライティングのモーション中でレガシーをね、全部受け切りましてというところで間違えた、はい、というわけで勝利したのはユー村のイザナミ、ワンピー側が養子の10兵衛。さあ最近はグラブルバーサス両列ということなんですけども、ミーアもやってんだっけ、グラブル10兵衛。さあバーシバルということですね。さあまさかのお酒、日本酒の名前になっているミーア、さあ破壊さんうまいっす、あなるほど美味しいよね破壊さんは俺とかあの、あ今アークの石田さんとかも、ね、結構大好きでガブガブ飲んでます。さあ、ワンピーが養子10名、先ほども言いましたように、まあ、今ねほとんどの方カグレーマーがやってると思われるグラウンブルーファンタジーバーサスの方では結構やり込んでいるプレイヤーではありますが、さあそして対するは八海さんことミーアイザラミー、八海さん美味しいですということで、まあ、よくね確かに今プロゲーマーになりましたけど流星、昔ブレイブルーでカルル使いで有名なね、流星とかよく飲んでる、みたいですからね、流星やミーアが飲んだりする時代になったのかっていうのに時の流れを感じますね。最初も未成年から知ってるんで、さあ、ノブ行ってる間に、養子10名対ミーアイザナミは、さあドラゴンボールみたいな体勢になってるが、アクションゲームですねこれ、あーこの感じで事故って全然格ゲーしないところで倒れていく姿が見えそうですが、あ投げているぞ、あーしかしコンボできない、知恵で返して、おあるのか上り中段、イザナミなんかいかにも恵まれて太陽っぽいイメージだったんですけど当たっている、おっこれはあるよ、あるのかT ボタンでうおーいって、おー似たような技でしたが相手にはバリアがあった、一本選手したのはミーアのイザナミ、マジかよ。
さあ、じゃあ非常にいい1ラウンド目ではあったんですが、最初から再試合で OK ということなので、最初からいきましょう。仕切り直しとなります。すいません。ミーヤが1本先取したところで、画面がブラックアウトしてしまいまして、再試合となります。さあ、ワンピーガーは容姿のジューベ、ツーピーガーは八海さんことミーヤのイザナミです。The wheel of fate is turning. Rebel, one. Action. 広がれ。さあ、開幕。スリーウェイヒットからのハイジャンプで、ほぼ繋いでいく。さあ、さっきは本当にアクションゲームって感じでしたけども。お、よくバースト。あーっと勝利変わったところで、さあ、ほぼ指導は割と痛い。完全オーバーから、あーっと中段飛び方は良かったんですが、アロラギ君が、うわー、出たー。なんとなくデッドスパイクアカウンター。一本先取したのはイザナミ。おっと激しい。さあ、メッセンガーでなんとか、さっきみたいにね、きっかけを作っていきたい。両手の10名6進が漏れた。さあ、行く。さあ、バースト上り中段。さあ、さすがに減らないが、投げはさっきから通ってるぞ。さあ、チャレンジになれば投げからも減る。あ、じゃねえや、上り中段から減りますけど、おお、しっかり着地下段だが、 6C が当たってないか。そしてスライディング当たってしまう。さあ、いい流れが1点、地獄の状態になってしまう。さあ、さあ、ガード頑張っているぞ。これ逃げやすいあと思ったら、あっという間にかけていた。さあ、1秒越しが強い。中段入ってしまって、さあ、そのままジャイアゴでつないで、勝利したのは仕切り直しとなりましたが、ミーアイザナミとなりました。おめでとうございます。はい、ではでは次いきましょう。右上行きます。キヨシニュー対イツラグナー。じゃあ、じゃんけんか相談で。はい、キヨシニューが 1P、イツラグナーが 2P となります。